題して声優ホコタテ激辛ペヤング VS 甘い言葉対決いやー君は僕の天使だ。うるせえ。それとも何襲ってほしいの。竹内俊介と鈴木亮太の声優プレイ。突然だけど亮太、何ですか。言葉の力って信じますか。まあ、あるんじゃないですか。言霊っていうぐらいですからね。やっぱ願いは、まあ、俺らもねそれを仕事にしてるわけだから、ね、そうですよ。言葉説得力大事です。そう、まあ、言葉ってのは相手を元気にさせたりとか、まあ、逆に言うと悲しくさせたりとか、うん、特にまあ俺たちは声優だからやっぱ言葉っていうものは常に取り扱ってるものなんですけれども、はい、ということで今日はその言葉を使った実験企画をしたいと思います、はい、何するんですか。題して声優ホコタテ激辛ペヤング VS 甘い言葉対決いやはい、何ですか、ちょっと詳しく聞かせてもらっていいですか。まあ、ルールはですね、はい、まあ、原理的に言うと、はい、そのまあ、俺らが放つ甘い言葉によってどんな辛いものでも打ち消せるんじゃないかって。バカか誰だこの企画考えた人俺が相談し合っていたわここに黒幕。そう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 、いやいや無理に決まってる。激辛数決まってるし、まあ、ルールは、まあ、1人が激辛ペヤングを食べて、でその間にもう1人が甘い言葉をかけて、はい、辛さを打ち消して頑張って完食を目指そう。いやだーやだー声優プレイ。さあということで激辛ペヤングやってまいりました。これですよ。まあ、見た目は普通なんだけどね。そうなんだよね、分かんないのよ、うん、本当に辛いのこれ。美味しそうだけどね、匂いとかあ、ちょっと来る、ちょっと感じた。いや俺鼻バカだからさ分かんないかもよ俺。辛くないかもよ。ちょっとツンとくるな。本当に辛くなかったらごめんねおい嘘でしょ結構今事件でしょ危ない、粘膜気をつけて。こうやって理科の実験でもこうやってかけなさいって教わってるから、ね、確かにこうだね、こうやってかけばいいんだろ。やるじゃん。いやでも、いや任せてよ。もう甘い声といえば、いやそうだよね、竹内俊介信じて。あんまり自分で言うことじゃないけど、信じて。でも確かにそうだと思う。ということでまずは亮太から。はい、亮太どうなの辛いもの。本当に嫌本当に嫌。無理すなよ。うん、もちろん無理でしない。もちろんもちろん。いやでもそんな苦手な亮太さえも俺がなんとかカバーしてみせるから。じゃあ食べるよ。はい、じゃあ行ってみましょう。声優ホコタテ激辛ペヤング VS 甘い言葉亮太編レッツゴー。いただきます。いやでもやっぱペヤングはペアのヤングでペヤングですから、もうそれを体現してるわけです今日。確かに。今日はね、いい企画。じゃあいただいていきたいと思います。結構いくな、お前結構いくな。ちょっとまあまあまあ最初はね一口サイズぐらい、はい、いきます。まずちょっとどれぐらい辛いかね。うん、美味しそう。でも見た目は美味しそう。うん、ピリ辛で今美味しいですよ。あ、本当。うん、あれ意外といける。あ、全然いけない。結構来たか。痛い。来た。痛い。来た。痛い。ちょうだい。甘いのちょうだい。痛い。わかった。来い。君は僕の天使だ。うるせえ。君のことが頭から離れない。俺、お前があいつと喋るの嫌だ。うん、いいよ。なんかちょっと言われたかもしれない今。マジで。いい感じいい感じ。付き合った頃より好きになってる。やだ。ちょっと涙出てくる。早く言えな。一人で抱え込むなよ。うん、俺がいるだろう。このまま話さないからな。いや、かっこいい、ね、おはよう。毎朝起きると君を愛していることに気づく。もう無理ですお前ぬるっと終わんなよ。あ、痛い。これどんどん痛くなるやつ。やだ
水飲んで、水飲んで、飲んで、やばいやばいやばい、やばい、食べ終わった後、あ、でもってことは意外と甘い言葉いけるんじゃない、聞いてたからいけるか声優プレイ。悔しいけれども、俺の実力不足だったかもな。いやでも、ここは若手低音男性声優筆頭エース鈴木亮太の甘い声ならば当たり前よ、きっと当たり前よ、すげえ顔してる、当たり前よ、甘い言葉言わせたらお前ピカイチやもん。そうだよな、そうだよ、もう俺なんかよりも5億倍うまいから、いいから早く食え俺は鈴木亮太の声優の実力を本当に魅力的な感じで一緒にやりたいと思ったから、うん、あごたくはいいから食べていただきます。それでは、声優ほこたて辛いペヤング VS 鈴木亮太の甘い言葉ダダダ、じゃあいただきます。あ、行くね、あ、一口目豪快に行きました。レッツゴーレッツ豪快じゃ、うん、やっぱりピリ辛だね、美味しいよね、うまい、美味しいでしょ、あ、うまいうまい、美味しいよね、これどうどうどう、うん、いける、あ、いいか、全然いけんじゃないえ、いらない企画がいけるかも、意外とどうどうどう、うん、あ、いけ、あ、結構いけるね、うん、いけるね、まあまあいけるんだ、うん、すごいすごい、いっちゃえよ、もういいよ、いらないよ、甘い言葉、あれ様子があれ竹内俊介の様子が、あなたからね、てっ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 て辛いかも、辛いね、来た来た、あー辛い、来た、ちょっとちょうだいちょうだい、分かった、あ、辛い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 、ちょうだいちょうだい、うんうん、見つけた運命の人、お、無謀君のことが頭から離れない、君と付き合える人が羨ましいな、俺にもチャンスあるかな。いやいやいや、何その顔、え、意外といけてるぞ、あの、汗かいちゃうけど本当に、え、でも俺いけるかもしれない、これ早く、うん、早く言えよな、一人で抱え込むなよ、俺がいるだろ、あ、いい声、俺を選べよ、ちょっと待って、あ、事故です、放送、あ、いやいや、ビーバババラポ、今のところ虹かけといてくださいずるいよ、引き出すのは大変失礼いたしました、画像が乱れましたすいませんすいません、初めての俺今どんな量、 あともうちょっと、あとね、今ね、いや、結構今食べたから、ね、いい感じ、もうあと2口ぐらい、2口ぐらいだね、よし、よそ見してたら襲うぞ、それとも何、襲ってほしいの襲ってほしいだなんて言わせないでよ、僕から離れられない魔法をかけるよ、昨日君が夢に出てきてさ、魔法かけて、本当に、うん、だから2日連続で会えた、うるせえどんなことがあっても僕はあなたの味方です、いいんだよ、君に振り回されるの楽しいからいいの、いいよ大丈夫何かあれば俺が支えるから、うわ、今回のプロジェクト自由にやって、責任は俺が取る、責任取ってよね、マジで、おいおいおい、完食したじゃん、辛いけど、ああ、いや、俺ね、これね、マジで力あるかもしんない、いや、本当に、いや、だからごめん、多分俺ね、自分の実力不足だった、だからいやいやいや、多分、亮太の声がおすすめ、辛い俺結構ふざけてたけどな今後、激辛ペヤングを食べたいという方がいらっしゃったら、亮太の声を聞きながら食べると意外といけるかもしれません、バカ言え、ということで、検証は見事成功辛い辛い辛い、またね、辛い辛い、
ごちそうさまでした。寝たいと入れちゃいました。寝ないのか、寝ないじゃない。辛いわ。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。